こんにちは、深夜です。浮き釣りの絞り玉を使ったシステムなんですけど、簡単に説明させていただきます。カラーマンボウからスナップ付きサルカン、絞り玉、浮き止め糸となるんですけど、えー、このシステムだと、絞、まあ、り玉が一個、結構これが、まあ、抵抗になりやすい時があるんですね。 糸がこう寄れてたりすると思いもよらぬ棚で、えー、浮き下が変わってたりするんですでアプラスチックで穴が開いたこのサルカンこれが普通のスナップ付きサルカンと比べると下り玉が入れなくなるんですね余分なものが省かれると釣りがスムーズになって超過に繋がってくるということになるんですでこの えー、プラスチックのしも、えー、絞り玉がいらないパターンでやっていくと、えー、こんな感じですね。で、これで絞り玉がなくなって、す、ちょ少しスムーズな動きで浮きが移動するってことなんです。そして、さらに進化をするとこちらになります。富士工業の SIC ライスイベル。とても便利で役立ちます。実はこれにも2種類あって、楕円形とパワータイプとあるんですけど、えー、楕円形っていうのがあのおすすめなんです。少しだけ高いんですけど、この精度でこの値段の高さだったら十分納得できるんじゃないかなと思うんですね。とても小さな こだわりなんですけど、この小さなこだわりが、釣りの超過を左右するっていうことなんです。ラインを入れてみるとよくわかるんですけど、大円形なんで、縦にこう、余裕があるんですね。あの、幅があると困るんですけど、縦に空いてる分にはこう、スムーズになるんです。円形よりも、この大円形の方が、スムーズにラインが通っていくっていうことなんですね。 こちらは円形の方なんですけど、円形だと余裕がないんですね。あの、大理石だから、あの、滑りはすごくいいんで、申し分ないんですけど、大円形に比べると少し違います。まあ、浮き釣りをされるんだったら、SIC ラインスイベル大円形で始められると、釣りがスムーズになり、より超過が得られることと思います。チャンネル登録お願いします。